せーの。ゆっくりしていってね。皆さん、ライチャー。今回はこのゲーム、新米裁判官たくまの、リーガルジャーナルというゲームを、実況していきたいと思います。見た感じ裁判のゲームだな。とりあえず異議しまくればいいのか。主人公は弁護士じゃないよ。主人公は裁判官で、裁判の内容を聞いて有罪か、無罪かを決めるゲームだよ。このゲームはウプ主が大好きなクイズノックという会社が、作ったゲームらしいぜ。面白いクイズを、たくさん出してるらしいからもし興味があったら動画も見てみるといいぜ。偉いねマリサ。ゲームだけでなく会社も宣伝するなんて。まあな。これで相手の人がこの動画を、見て宣伝してくれたらこのチャンネルの、人気も上がるだろうし。その発言で人気急降下だよ。このゲームと会社のサイトは概要欄に、貼っておきますのでもし興味があれば行ってみてください。それでは早速ゲームをプレイしていこう。よかった。BGM があった。このまま無音だとどうしようかと、思ったぜ。それじゃあ、第一章始めようか。あ、オープニングの時に悪いけど、マリサにお願いがあるの。なんだ？このゲームは、有罪か無罪かを考えるゲームなの。そこでマリサはこの事件は無罪であるという根拠を、考えて、発言してほしいなって思ってる。私は有罪だという根拠を、言って、視聴者がどっちの意見が、説得力あるかを決めてほしいなって、思ってるの。なるほど。確かにそれは面白いな。何でもかんでも異議しまくって、無罪にしてやる。だからゲームが違うよ。視聴者の方も自分の、考えと私たちの意見を、聞いて、最終的な判決を決めてもらえればと、思っているよ。問題は、視聴者がいるかどうかだがな。やめて、ウプ主が一番心配してるんだから。ちなみに、最終的な決断は、ウプ主が真剣に考えた方を採用します。さて、そろそろオープニングが終わる頃だな。じゃんじゃん無罪にしていくぜ。こんな軽い弁護士には頼みたくない。お、すごいイケメン。どうやら裁判官だね。今更だが六法全書持ち歩いてる裁判官っているのか？ここの説明は長いのでカットします。さて、いよいよ始まるな。腕が鳴るぜ、で CM かい。さて、今度こそ始まるのか。ルービックキューブしてることに、誰も怒らないのか。京都の人って本当に、語尾にドスをつけるのか。そうなるとあなたは何も個性がないですね。ちょっとうるさいよ。ほら、ケンジさんが事件の概要を、話すからちゃんと聞いといて。詐欺罪になるのかな？マリサちゃんと聞いてた？東大生7人いたらさすがに、センター満点取れるんじゃないかな？お前クイズノックの動画見てるだろ、真面目にやれ。
これは簡単だね。クレジットカードを使っている時点でね。マリサ？何悩んでるの？霊夢、ごめん。マリサー。どういうことなの？いろんなコネを使って外観誘致剤にするよ。重すぎるだろ。だってゲーム実況者だよ。ネタの選択肢選びたいじゃないか。まあ、気持ちはわからないでもないから今回は、無罪にするよ。そもそもやってもないんだが。さて、そろそろ弁護側の反論が、始まるよ。なかなか始まらないな。やっと始まった。一番上派内として、どっちだろ？騙したことは良くないが、それがお金を払う直接的な原因でなければ、詐欺罪は成立しないんじゃないか？だから真ん中だと予想するぜ。真面目に答えたね。下手にふざけると外観誘致罪で、逮捕されるからな。やった、正解した。確かに。嘘はついたかもしれないが誰も、損していないんなら詐欺罪にはならないんじゃないか？60ぐらいに見えます。それはそれで訴えられるぞ。
でも嘘をついてパーティーに参加させて、しかも参加費いただくってのは、楽しんでも騙したってことになりそうだけどね。でも、参加費払ったらパーティーに参加できるってのは事実だし、断ることもできたんだから。そこに年齢の嘘は関係ないんじゃないかな。ここではお金を払ったらパーティーに参加できることが大事だったわけで。確かに、今回は被害者がいないな。どうぞどうぞ。家に帰ってカップラーメンを作ってください。それ料理と言えるのか？被害者がいないんだから詐欺罪は成立しないんじゃないのか？だって事件は普通被害者と加害者がいるものだろ？そうなのかな？この時ウプ主は詐欺罪は成立しないと予想したぜ。でも、次は検事側の反論だから、そこから考えが変わるかもしれないね。その前に CM だぜ。さて、ここから私のターンだよ。誰も損をしてないのに損をした人？誰だ？スーパーマーケットはもうお金もらってるのにか？そうか。スーパーマーケットはカード会社からお金を受け取ることができない可能性があったのか。でもそれはあくまでスーパーマーケットがカード会社からお金を受け取ることができなかった場合にのみ詐欺罪は成立するんじゃないか。受け取ることができなかった可能性があるだけで詐欺罪は立証できるんじゃない？てか、ルール違反してるんだからカード会社はスーパーにお金を払わないのが普通じゃない？だとしてもそれは確認を怠ったスーパーも悪くないか？要は確認不足によるミスってことだろ？その理論だとオレオレ詐欺をしたけど、被害者の確認不足だって言って無罪になるようなものだと思うけど、それっておかしくない？それはあくまでお金を騙し取ろうって考えがあるからだろ。今回は騙して取ろうという考えではなく、単に B さんがお金の代わりにカード渡して買い物に行ってきてほしいってことだろ。さて、双方の主張が終わったね。次はいよいよ判決を下すよ。その前に CM だぜ。お、霊夢このサイトどうだ？見なくちゃいけないだろ。弁護士さん、このバカ分殴っても無罪にできませんか？長いな。ってフリーズかい。さて、気を取り直していよいよ判決を決めるぜ。その前に CM だぜ。またか。本当にいよいよだね。今から判決を決めるんだけど、ここで私とマリサの主張をまとめるよ。私たちの主張を聞いて最終的な答えを出してほしいです。その前に復習問題をやってみるぜ。これは簡単だな。
選択肢でボケれないし。マリサ、わかってるよね。みんなすまない。ここでふざけたら私殺されるんだ。さて、復讐テストも終わったから、ここで私たちの主張を、言うよ。ここでは私が有罪、マリサは無罪を主張してます。私は、やっぱり詐欺罪になると思うよ。だって騙したのは事実だし、それによりスーパーがお金をもらえなくなる可能性があるのは、結果 A さんは B さんになりすまして、物を取ったってことと同じことだと、思うんだよね。B さんの許可を、取ってたとかは、カード会社やスーパー側は、知らないわけだし。いやいや、これは詐欺罪は成立しないぜ。だって騙そうとしていない。つまり悪意がないんだぜ。ただ単に B さんの代わりに、買い物に行っていたと同じで、騙したってことにはならないと、思うぜ。そもそも、結果スーパー側もお金が、振り込まれているんだから被害者がいないんだぜ。お金が振り込まれているのに騙されたっていうのはおかしいんだぜ。さて、それぞれの主張は以上になります。この後は罪の重さについての、説明なのでカットします。まとめると、詐欺罪になると最長で、10年、最短で1ヶ月の懲役になるそうです。ちなみに1ヶ月とかの場合真ん中の、毛はつけないらしいです。あと今回は3人以上の、裁判官による話し合いのもと、判決を決める合議審を、行います。さて、いよいよ判決の時だな。最終的な答えハウプ主が、答えだと思う方を選択するぜ。めちゃくちゃ悩んだ結果、ウプ主は、詐欺罪は立証すると思ったよ。それで懲役のことなんだけど、前科ご飯が何をしているかによるけど、ご飯は多いということで。ご飯で1ヶ月は軽いと、思うし、かといって被害のこと考えると、1年は長いかなって思ったから、間の6ヶ月にしたよ。さあ、この判決はどうなのかな？やった、当たってたっぽい。しかも量刑のところも当たってるっぽい。私は反対だぜ。お前の意見は聞いてない。私も緊張したー。しかもめちゃくちゃ考えたから疲れたー。ん？この子は誰だ？関係ないけど身長差すごくないか？主人公が大きいのか、彼女が小さいのか裁判が、必要だな。そんなことで裁判開くな。この後は長いので大事なところだけ抜き取ります。つまり、途中でふざけた答えを選んだら減点になると。マリサ、聞いた？すみません。申しません。
解説あるんだ、親切だね。ご清聴ありがとうございました。ちなみに、ゾンビに襲われたら傷害罪になるのか？人じゃないから無理なんじゃない？すごいぞ霊夢、ミスしたの一つだけだぞ。その一つはお前がふざけたやつだけどな。全国的に見ても有罪と、答えた人が多かったんだ。量刑はちょうど全国平均だったんだな。というわけで、今回は、ここまでとなります。自分の判決はこう予想したとかを、コメントに書いてくれると嬉しいぜ。皆さんまたお会いしましょう。それでは、バイッチャー。